大神宮に来てますね。花沢を稲荷神社の大神宮で行ったんですけど、また行っていきたいと思います。まあ、結構色づき始めてるんで、これは紅葉が綺麗ですね。稲荷町の大神宮で、天照や総神を祀っているところですね。基本は二礼二拍手一礼なので、二礼二拍手一礼でお参りしましょう。菅原の水天満宮とか天神宮とかいろんな言われ方するんですけど、学業の神様ですね。社殿が全部隠れちゃってますね。大和岩のように隠れになっちゃって、こちらは三峰山の、神様ですね。ご眷属様とか言われてますね。秩父の三峰神社ですね。こちらはちょっとわかんないですが、そうです、イザナミとイザナミの御子ではなかろうかと思うんですが、ちょっとわかんないですね。社殿が全部格好されすぎてて全く前景が見えないんですが、伊勢神宮に来れない方はこういうこの大神宮とか高大神宮、もしくは、神明神社に来ていただくと、天照総御神様は出ています。